皆さんこんにちは、あやさんです。この前にモーニングルーティーンっていうのをねやったと思うんですけれども、今日はナイトルーティーンをやっていきたいと思います。帰ってきてお風呂入って寝るまでのルーティーンを皆さんに紹介します。ということで行ってみましょう。まず帽子取ります。帽子取ったらボサボサ。はい、まずはカラコンを取っていきたいと思います。その次は洗顔をやっていきます。最近結構話題になってるチフレのマッサージクリームを塗ってメイクを落としていきたいと思います。なんか使い方としては、洗顔後に水気を拭き取ってからこれを使ってティッシュとかで軽く押さえるようにして拭き取って、化粧水を使って洗顔料でまた洗顔をするっていうのが、まあ正しい使い方やと思うんだけどって書いてあんねんけど、ひなはいつもこれをメイク落として使ってる。なんか結構クリームのテクスチャーっていうのかな、硬いねんけど、マッサージしながらこうやって落としてってたらクレンジングオイルみたいな感触になるらしくて、こんな感じちょっとだんだん柔らかくなってきたら面も落とすみたいな感じらしい。ひたすら、マッサージをしながら落としていきたいと思います。なんかすっぴんからメイクするのは何回もやってるけどさ、メイクからすっぴんってなんか初めてやな。そういえばやっぱさ、恥ずかしい。なんか結構柔らかくなってきたので目も落としていきます。で、洗顔してちょっとだけなんか水気みたいなのが顔面に残ってる状態で、次こちらですね。毎日の洗顔がエステに変わる肌を滑らかにするマッサージ洗顔ジルというものを使っていきたいと思います。ビオレか、そうビオレ。なんか角質が落ちるみたいな、なんかこのさっきのチフレとの組み合わせがなんか今流行ってるっていうか、いろんな人がやってるみたいな。で、一番角質が気になる部分はここなんかジェルを多めにつけて、なんかとりあえずまず全部つける。冷た。こんな感じで全体にジェルを伸ばしたら、こうやってくる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 ってやっていくんだって。で、今からお風呂に入ります。はい、お風呂に上がったので今から歯磨きをしていきたいと思います。で、今から編集して、アップして寝るって感じです。なんかもう最近は、さっきの紹介したこの2つの組み合わせをやってからは、前に紹介したあの化粧水、無印のやつ、あれはもうやってないです。めんどくさくてもうやりません。っていうことで、ひなのナイトルーティーンはこんな感じでした。はい。チャンネル登録、Twitter のフォロー、Instagram のフォローよろしくお願いします。バイバイ。